はじめまして、かしら。あなたのことはもうずっと見ていたわ。私はナヒーダ。子供に見えるかもしれないけど、どの大人よりもこの世界を理解しているはずよ。ねえ、私の知識とあなたの見識を交換しない？知恵にとって重要なのは、何を知っているかではなく、何を変えられるか。人々はそう言うわ。間違いなく、あの予言はとうに世界樹に刻まれていた。まるで何も変わっていないように見えて、すべてが変わってしまった感じね。あなたも私も知っているように、彼女は世界の運命を変えるほど賢い人よ。こうしてあなたを見ること、これって趣味と言うべきなのかしら。あなたの一挙一動、そのすべてに興味をそそられるの。世界を旅する者として、あなたにどこかへ来て、どこへ向かい、どんな人に会い、どんな困難を乗り越えるか、そのすべてが私の追い求めている答えだわ。私のことは気にしないで。こうしてあなたをずっと観察させて。私、自分では質問したり答えたりするのが得意だと思っていたけれど、次第に分かってきたことがあるの。分かっているのに分かっていないふりをする人がたくさんいて、彼らにとっては答えなんて何の役にも立たないってこと。人は年を重ねていくにつれて、疑問や答えに向き合う勇気を失っていくものなのかしら。もちろん夏目ヤシキャンディーよ。一つ食べるだけでものすごい速さで頭が回り出すから、何だって解決できるわ。ただ唯一注意すべきなのは、キャンディーの入っている瓶をあまり手の届きやすい場所に置かないことね。